進次郎はまだ来てないの？あ、タイガさんならおじさまに呼ばれて支配人室に行かれましたよ。きっと怒られてるな。サニーサイドのお使い忘れたって言ってた。確かに最近のタイガは平和ボケかもしれないね。いつにも増して空回りしている。ですよ、進次郎は頼りになるっていうか、その僕はいいと思うな。はいはい、ニューヨークに来た頃に比べればマシになったかもしれないけどさ。Thank you.
抜けた二人は、なんて、なかなかロマンチック。そしておしゃれなレストランで食事をするんだ。二人で乾杯して、僕は酔っちゃったみたいとか言っちゃったりするの。私を楽しんだ二人はいい感じになって、そして二人はニューヨークの夜景を見ながら、初めての、
こっちに来てくれ、こっち。ちょっと困ってるんだ。ほら、ジェミニさんも来て。あの、僕たちこれから、いいところ。人形劇をやるんだよ。は？人形劇？よくわかんないんだけど。ボランティアで公園に来た子供たちに人形劇を見せてるんだけど、今日に限ってバーバラもジンジンも仕事が抜け出せなくてさ。頼む、俺を助けると思って手伝ってくれ。面白そう。僕はいいよ。なんだか楽しそうだしさ。それに子供たちは人形劇を楽しみにしてるんでしょ。だったら裏切っちゃダメだよ。いいじゃない、デートはいつでもできるしさ。ね、シンジローもいいでしょ。ふぅ、ナイスパンチ。ボディに一発か。もう、シンジロー、そんなこと言わなくてもいいでしょ。うん、そうだね。こういうのも楽しいよね。そいつは助かった。よろしく頼むぜ、お二人さん。僕たちにどーんと任せて。ジェミニさんとシンジローはお姫様と王子様の役をお願いする。でもさ、困ってる人を放ってはおけないよ。そうでしょ、シンジロー。ジェミニチョップ、もううじうじすんな。デートはいつでもできるでしょ。カルロスさん、というわけだから僕たちも協力するね。そいつは助かった。よろしく頼むぜ、お二人さん。どうしたんですかね、この人。たまにこうなっちゃうんだ。妄想でもしてんのかな。困ったもんだよね。妄想ですかい。そいつは困ったもんですな。新次郎が妄想してる間に手伝うことに決まったから、それでいいよね。ジェミニさんと新次郎はお姫様と王子様の役をお願いするよ。台本は置いとくんで読みながらやってくれ。うん、わかった。シアター仕込みの演技期待しててね。あーれー、お助け。悪い竜と結婚なんて嫌ですわ。悪い竜と結婚させられる姫、さてさてどうなりますやら。ここで休憩。どうだった、僕の演技。トミー賞もの、もしかして主演女優賞。人形劇って結構楽しいね。子供たちもみんな夢中になっててさ。だろ、俺たちも初めはバカにしてたんだけどさ、見ると楽しいんだよ。今じゃここの子供たちともマブダチだからな。そろそろ第2幕でしょ。準備しよう。そして王子は悪い竜を倒し姫を助けたのでありました。
王子様、悪い竜から助けていただき、なんとお礼を言ってよいのやら。ああ、王子様、あなたこそは運命の人。もしよろしければ私と結婚してください。王子様、愛しております。うわ、どうしたの進次郎。もうジェミニさんに抱きついたりしやがって、台無しじゃねえか。キスシーンはできなかったけど楽しかったよ進次郎。ロマンチックなキスはまだまだ先みたいだね。ちょっと安心しちゃった。待て、こら！本庄入れ直してやる！なりましょう。そうして姫と王子は幸せに暮らしましたとさ。あー面白かった。人形劇ってすごいんだね。まあな、今日は本当に助かった。サンキューな。それじゃあ片付けは俺たちでやるから、デートの続き楽しんでくれや。僕たちも行こうか。ロマンチックなキスもできたしさ。ほら行くよ。幸せになりましょう。そうして姫と王子は幸せに暮らしましたとさ。あー面白かった。人形劇ってすごいんだね。まあな、今日は本当に助かった。サンキューな。それじゃあ片付けは俺たちでやるから、デートの続き楽しんでくれや。もう何照れてるの。大事なセリフなんだからしっかり言ってよ。
幸せになりましょう。そうして姫と王子は幸せに暮らしましたとさ。すごいんだね。まあな、今日は本当に助かった。サンキューな。それじゃあ片付けは俺たちでやるから、デートの続き楽しんでくれや。ねえ進次郎、最後のセリフどうして言えなかったの？好きだよ。それじゃあ僕たちも行こうか。進次郎、セリフ早く言って。姫と王子は幸せに暮らしましたとさ。はい、おしまい、おしまい。進次郎、このボケスケが。せっかくの人形劇を台無しにしやがって。待てこら。ロマンチックなキスはまだまだ先みたいだね。ちょっと安心しちゃった。待てこら、根性入れ直してやる。セリフと違うよ。そこは姫とじゃないか。ダメだよ、ちゃんとお芝居しないと。でないと僕。姫と王子は幸せに暮らしましたとさ。はい、おしまい、おしまい。進次郎何言ってんの？あんな時に言われても本気かどうか分かんないじゃないか。進次郎、このボケスケが。人形劇を台無しにしやがって。待てこら。ロマンチックなキスはまだまだ先みたいだね。ちょっと安心しちゃった。待てこら、根性入れ直してやる。
一郎。早く、起きてよ。目を、覚ましてよ。僕を、一人に、しないでよ。Thank you.
Thank you.
ニューヨークを取り戻すための最終作戦を実行します。作戦決行時は本日一蓋丸丸時、ニューヨーク歌劇団の全戦力をもって信長を討ちます。それについては考えがある。大河君、最終作戦にあたってパートナーを選んでくれたまえ。そうだよ、最後の戦いは大河君とそのパートナーが鍵を握る。つまり秘密兵器ってわけだ。この僕が勝算もなしに信長に挑むと思うかい？それじゃあ、大河君のパートナーになってくれる隊員は誰かな？はい。はあ。はい。そうか。いいだろう。君たちなら大丈夫だな。大河君、選びたまえ。一番信頼できる君の特別な人。進次郎、僕嬉しい。進次郎のために、ニューヨークのために戦えるなら僕。さて大河君、ジェミニ君でいいかい？しないで。僕が犠牲になればこのニューヨークが助かるんでしょ。それにもう進次郎には危ない目に遭ってもらいたくない。これで終わりになるなら、五輪マンダラ、誰か一人に犠牲にならなきゃいけないんだもんね。ありがとう、あなたに出会えて、あなたに愛されて、私はとても幸せでした。時の輪廻が続くのならば、もう一度当たり前だろう。ニューヨークを救う最も確実な方法だ。たとえ命を失ったとしても、彼女はそれを承知で引き受けてくれたんだよ。何を驚く。それがあなたのやり方か。彼女も納得済みのことなんだぞ。君は星組の隊長としてニューヨークを守りたくないのか。ごめんなさい、僕も一人になりたいから。進次郎。進次郎は悪くないよ。悪いのは信長なんだし。でもね、五輪曼荼羅を使わないと
信長は倒せないんだよ。犠牲になるってことがどんなことかくらいはさ。でもね、それでもね、僕はなろうと思うんだ。僕の命でこのニューヨークに住む人たちが、進次郎が助かるなら。かもしれないね。僕、ありがとう、進次郎。でもね、僕もう決めたから、進次郎のことずっと守るって。僕はずっと進次郎のそばにいるからね。だから泣かないで。僕、そんなことできるわけないじゃないか。進次郎、本気で言ってるの？一番大事な時に逃げたら、もう二度と戦えなくなる。ずっと逃げるようになる。それは負けるよりもずっとやっちゃいけないことなんだ。進次郎からそんな言葉聞きたくなかったよ。いけない時がある。ごめんね、僕のせいで。僕幸せだよ。だって進次郎を、愛する人を救えるんだもん。言っちゃった。もっと恥ずかしいかと思ったけど言えちゃったね。これで最後だからかな。あのね、進次郎、一つだけお願いがあるんだ。僕が死んだら、少しでいいから、僕のために泣いて。そしたら忘れてくれていいから。進次郎が死んだと思った時、心が壊れたかと思うぐらい悲しかったから。だから僕なんかのことは忘れてほしい。進次郎には笑っていてほしいから。笑顔でいてね。
諦めない。たとえ何があろうとも、希望の星はニューヨークにこそ輝く。次回、摩天楼は桜色。さらば、愛しき人よ。摩天楼にバキューン。ソイの愛する心だ。これで仲間、心の力を全て失ったわけだ。そして最後、絶望に満ちた君は僕が喰らう。そして僕の中で泣き叫べ。僕は負けない。だってみんなと約束したんだ。生きて帰るって。
タイガさん、一人で戦ってはいけません。支え合ってこその星組でしょ。スバルは言った。どんなことがあろうと僕たちはずっと一緒だと。シンジロウ、負けないで。僕たちは大丈夫。絶対に負けたりしない。心が負けない限り、それは負けじゃないんだ。だから僕を、みんなを、ニューヨークを信じて。きっとまた会える。私を誰だと思っておる。第六天魔王、織田信長なるぞ。もうかっこ悪いんだから。信長、僕の師匠が言っていた、人を許せるのは人だけだと。僕が相手になる。お前に人を愛する心の強さ教えてやるよ。面白い。来い、ニューヨーク感激だ。
この力を使おうとは。この試合のことこそ人間の本性、この町に埋もれた力わしに囁く、戦え、奪え、殺し合え、力こそは真実、世界に戦乱の呪しを上げるのだ。全ての国を巻き込んで、いざ。何を言ってるんだ。五輪マンダルを使うには誰かが犠牲になるんだぞ。みんなで生きて帰るというのは嘘だったのか。信じろ。できるんだ。誰の犠牲も出さずに。リカも信じる。だからみんなも信じろ。そうですね、タイガさんが言うんですから、きっと大丈夫なんですよね。今の私たちならできるさ。誰も犠牲にすることなく信長を倒せるはずだ。いいだろう。やろう、五輪マンダラを。誰の犠牲も出さずに、ニューヨークを守るために、みんなで生きて帰るために。縛る風。魔を射る火。魔を清めるが水。魔を封じる土。
思う。何？僕どうかした？なんだよ。もう恥ずかしいな。でもありがとう。進次郎に一番に見てもらいたかったんだ。ほら行こう。パーティーに遅れちゃうよ。あ、信号変わったみたいだよ。進次郎、何してるの？早く発進しないと。舞台でミュージカルを踊るんだ。
どうしたの、大河君。胸を張るといいわ。あなたたちはこの町を守ったのよ。さあ諸君、3つのことに乾杯しよう。ニューヨークを守りきったニューヨーク歌劇団と、危機を耐え抜いたニューヨーク市民、そして生きて戻ってきた星組に、さあ乾杯だ。ブレイコーブレイコー、みんなも楽しんでくれたまえ。いやいや、サニーサイド様、ハメを外しすぎるの。いいじゃないですか、めでたいってことで。ほら、シンジローも飲め。はいはい、大河君にはお酒は早いの。俺だから酔っ払いは。ここは私に任せて、みんなのところに行ってあげて。進次郎、ここにいたの、探してたんだよ。どうだい坊や。進次郎は相変わらず坊やだね。俺がニューヨークを守った男とは思えないよ。でもそれがいいのかもね。もう少しいい男になったら色気が出て、私が相手をしてやるよ。それまではせいぜい男を磨くんだね。どうだどうだ進次郎、シシシシシ、理解一丁。ありがとうございます。それで、お伝えしたいことが。私、手術を受けてみようかと思うんです。完治する可能性は低いのですが、それでも少しでも長くみんなと一緒にいたいから。スバル、褒める。タイガもスーツがよく似合ってる。ありがとう。この日のためにオーダーしておいた。それは秘密さ。ダンスタイムだ。好きな人を誘ってカモンダンシング。さあ、進次郎くん、私と踊っていただけます？ね、いいよね。私ね。
ろいろと考えたの。ニューヨークに来て、みんなと会って、そして進次郎君と一緒に戦って、進次郎君はニューヨークに来た時に言ってた通り、でっかい男になったよね。だから私も進次郎君に似合う女の子になれたらいいなって。だって男の子はみんな可愛い女の子が好きだって聞いたから。どうしたらいいんだっけ。な、何？いや、そっちこそ何か。別に。手とか握った方がいいのかな。これは。信じろ。諦めたりしないで。暴れ馬だ！ロリー！危ない！大丈夫かい、ジェミニー？これは。だよ、進次郎。ジェミニー。前略、母さん。僕はニューヨークに来て多くのことを学びました。たくさんの人がたくさんのことを教えてくれて、きっと今まで生きてきた中で一番考えました。僕が戦う理由や僕が僕である理由を。こんな素敵な恋を誰も知らないだろう、この街の誰もが。誰も知らないだろう、二人だけの恋を。たとえ明日散りゆくとも、夜の星だけが知っている希望は絶対に人を裏切らない。人は一人ではない。母さんが言っていたこと、今ならわかる気がします。いろいろな苦しみは手
スの釘で刺して過去の川へ捨てた。冬の瞳は閉じて春の日差しを受け、私は暖かい。あなたと会って幸せだった長い夜の道を歩いて思い出してる。Kiss me sweet、 このままずっとずっと二人夜を溶かして。 Kiss me sweet、 星に祈り守ることに誇りを持ち、守られることに感謝する。共に生きること、それが本当の強さになる。一人前の男になるにはまだまだかもしれませんが、自分自身納得できました。you、yeah.
日本に帰るのはまだ先になりそうです。もう少しこのニューヨークで頑張りたいと思います。ここには大切な人たちがいるから。未熟な僕ですが、信じてください。いつの日かでっかい男になってみせます。それでは母さん、お元気で。タイガ・シンジロー。